全国の高校生による笑いの日本一決定戦第6回を迎えました。笑顔甲子園絆 in 新居浜。予選には全国各地からたくさんの高校生が漫才やコント、そして落語とあらゆるジャンルでエントリーしてくださいました。高校生たちに登場してもらいましょう。そして新居浜ですけれども、最後に館長、出演者をご紹介いたしましょう。無敵帝タイガー、ゆずポップ、青空アマッティ、フルボールヒロキ、三遊亭ちがる、パラノーマル、スパイシーホルモン、フリーガム、フリーテメリー、オレンジリップ、アナール、以上11人の皆さんです。どうも皆様、盛大な拍手を。石川克之、新居浜市長より一言申し上げます。皆さん改めまして、こんにちは。お答えいただきました石川でございます。本日は大変暑い中、この笑顔甲子園にご来場いただきまして本当にありがとうございます。今年でちょうど6回目でございます。今年も全国の高校生から多くの応募をいただきまして、このように盛大に開催できますことを大変嬉しく思っております。私の激励の挨拶とさせていただきます。どうか頑張ってください。まず一組目、はい、トップバッター、落語無敵帝タイガー。
まあ、その関係で言葉が丁寧すぎる。はっきり言うたら何を言うてんやらさっぱりわからんのそんなこと言うたかて同じ人間でしゃないかいね。別に後で考えたらわからんこと多めんでした。え、こんな話進めとくんならお願いしますわ。あ、そうか。ほなお前この傷承知やな。え、もう承知も承知、えらい承知ですわ。その代わり今晩連れてってくなあれや。猫の子もらみたいに言うてんやないなんかそれもいいやろ。そうとなったらお前新郎花婿や。いや、相変わらずここらエリアかつけて。フロエはいてんのかいな、フロエは。北の人に言いなんだ、フロエいてんのかい。わてかてね、二変続いてますって。おー、綺麗好きやな。日に二変か。春と秋や。今日ぐらいフロエと男前会えてきな。それからな、まあ、酒もいるけど、一生瓶一個いらん。ゴンゴン瓶でやったかい。それから鯛のお菓子屋付きもいらん。オート菓子なんついてるもんあったらやったかい。何のと用意しとくなり。ほな、こんなん連れてくるさい。さあ、この男、フロエ行きまして、綺麗な雅を呼び出します。そこら辺も掃除をしながら、娘さんが来るのを今か今かと待ち焦がれております、ところへ、ジンベエさん。言葉のバカ丁寧なお嬢さんって、ヨーヨーのとって勇気やってみよう。キーさん、支度できてるかいな。ジンベエは待ってましたやないかいな。いつになったら来んねやろな、おて。来てまっか。メンタ。メンタちょっと考えて。ちょっと待ってな。さあ、ここのうちや。中へ入ってこいだとしな。いやいや、遠慮することない今日からあんたのうちや。中へ入ってこいだと。怖くごめんあれ。わらはこの度、神兵衛様の仲らびと思って統計貸し来たる。戦陸戦乱に行って学ばざれば、金足らんと欲す。すまへん、そらちょっと堪忍してもらえまやろか。おい、ひご、何謝ってんねん。いや、この人いきなり金玉が欲しい。あ、ほう。誰がそんなこと言うねん。まあまあまあ、ヒャペラペも言いまして、仲人は良いのみじ。ほいっとお開きになりますと、後に残ったのは娘さんとアホの二人。わあ、嬉しいな。こんな別人さんがわてるぐらいやでな、嬉しいな。言葉が通じんちゅうのは何やで、これへ。あのね、私ね、あなた言葉わからないよ。外国の人と喋ってるみたいな。しまった。この人の名前聞くの忘れて、人名はもう人名はやん。名前ぐらい言うといてくれるのどんならんの。あの、あんた、わての言ってることわかりまんな。わかりまんな。わてね、記録員まんね。あなたの名前、お名前なんちいまんね。なに、わらわの生命なるや。あんた、わらやの生命はんちいまんね。おっさんみたいな名前でんな。これはいいなことを思ったもん。わらは父はもと京都の三にして、姓は安藤、名は慶三。あたなをごこうと申せしが。我が母33歳の折、あるよ肝腸犬にわらわをはらめるがゆえに、たらちねの体内を入れし頃は、鶴女、鶴女と申せしが、これは幼名、正常の後これを改め、遠洋博と申すなーり。今言うたみんな名前でっか。友達の借りてるとか、親戚の預かってるとかやなし、今のあんた一人分。長いな、わてあほやさが覚えられしまいんだな。すまんけど今言うたことを。みんなこれに書いてもらえますか。へ、あの、かなでお願いしまして。漢字開きまへんで。漢字とは小さい頃に縁切ってまんねん。あ、かけた。あ、えらい、ほんまにな。突筆やな。お客さんに似てた人は違うな。何々わらわの生命なんだか。わらわ父はもと、きやうと。え、あ、京都なるほどね。京都の三にして、姓は安藤、名は慶三。あざなをごこうと申せしま。我が母33歳の折あるよ単調犬にわらわをはらめるがいい。たらちねの体内を入れしころはつるじょうつるじょうと申せしまこれは読みよ。成長の後これを改め遠洋博と申すなり。チーン、お経やん。じゃけどこうなってくると今まで何とも思わなんだ。普段の生活がどうらやましい。隣のペアはおさき、花が咲くとか言っておさきさんや。隣仕事大工、いつも仕事から帰ってきたら言うてんで。おさき、風呂に高い手の上出してんか。これですもんね。せやけどうちはそういうわけにはいかんで、明日だくんだって仕事から帰ってくるわ。おい、なになにわらわの生命なりやわらわ父はこと京都の三にして生は安藤なわけど、あずなおこうと申せちがわが母33歳のおりありを団長にわらわをはらめるがゆえに、たらあちねの代内をでしくるわつるじょうつるじょと申せちがこれは読みよ。成長の後これを改め遠洋博と申すなり。風呂へ草かい手ぬぐい出してこれはしまってまうで。風呂ぐらいやったらまた笑える。
まんや。これが火事になってみな、えらいことやね。それやったら、大崎、何してんねんな、火事やないかい。早いこと荷物まとめて表でんかいな。これで踏むねん。せやけど、うちはそういうわけにはいかんで、ね、手の手が横までボー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 迫ってるわ。おいおい、ないない、わらわのせいで、京都の大にしてねえわ、あんのなわけど、あの何もともせちが、熱い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 、ほら、何でそんなやつあれだけになってしまうわ。ばあば言うとります、人形さんの仲間でございます。では2番目、お隣香川県から来てくれましたゆるぽんず。想像以上にうまいんだけど、昨日の夜のウーロン茶
ラップうまいのは分かったんだけど、序盤からこれはきつい。ラップ楽しいのに。ラップも楽しいんだけど、漫才も楽しいからさ、仕切り直してやろう。ゆいですって言って。ゆいです。はい、リルサです。青空マンティーです。お私たち、高校生で漫才やってるんですけど、やっぱり小中高合わせて一番楽しい学校行事って言ったら、就職当番ですよね。就職当番。楽しくないよ。そもそも行事じゃなくない。卒業式でやったじゃん。楽しかった。給食当番。やだ、やってない。どんな学校だったの？いやでもさ、一番楽しかったのは、その分けた給食をみんなで食べる時だったよね。あ、それはわかる。みんなで手を動かしてグループになってたみたいだよね。そうそう、皆さん手を合わせて。おお、懐かしい。大地の恵みに感謝し、動物たちの命に感謝し、そして我が神。あ、やめてやめてやめて。今回西原行こう。皆さん手を合わせて、いただきます。いただきます。うわ、これ超美味しい。え、なに？ドッグフード。このおじいちゃんの夜ご飯と一緒。おじいちゃんかわいそう。あのさ、食事中に言うことじゃないんだけど。どうした、悩み事？美味しいね。食事中に言うことなんだろ。じゃなかったらいつ言う？トイレ中？バカじゃないの。今なんて言った？バカじゃないの。そう言ったのか。本当に聞こえてなかった。でもさ、高校はお弁当なんだよね。ねえねえねえ、これとこれ交換しようよ。あ、どれとどれ？リルサの弁当とうちの弁当。まるまる。いいじゃん。だってリルサのおせんべい美味しそうなんだもん。うち何持ってきてんの？お願い、うちの水飴と交換して。家の何持ってきてんの？じゃあ、うちのコールスローサラダの中に入ってるコーンについてるドレッシングとリルサのハンバーグ交換しよう。ケチすぎか？もう、リルサもケチ。なんで？ブーッス。は？すごく優しい。なんで後から褒めたの？怒れなかったんだけど。ねえ、あのさ、何だったら交換してくれるわけ？じゃあ一口ずつとか。一口？一口交換するの何が楽しいの？それが普通なんだけど、逆にどうしたい？ハンバーグが食べたいの。それぐらいママに頼みなよ。実はね、この唐揚げママなの。どうしてそんな嬉しいな。え、リルサのハンバーグはママじゃないの？え、ママの肉使うのが当たり前みたいに言わないでくれる？じゃあ何のお肉使うのさ。普通に牛とかじゃない？牛さんかわいそうすぎて使えないよ。なんでそんなに言ってるの？ねえ、早く交換しようよ。もう夜中の1時だよ。何時間話してんだよ。そしてこの2人は朝までお肉について語ったとさ。めでたしめでたし。勝手に終わらせないで。だってもう飽きちゃったもん。ゆいが始めたことでしょ。まあいいよ。ありがとうございます。市長どうですか、女子コンビ。ちょっとピンピンにはたまりました、ね。今度は埼玉県からやってきてくれておりますピンです。古郡弘樹。どうもよろしくお願いします。人がいっぱいいて緊張高まってまいりましたけれども、まあ、皆さんが高まるといえば血圧が病院代ぐらいかな。ヘレモノといえば、まあ、夫婦間の会話ぐらいかなと思いました。まあちょっとね、皆さんの知ってる物語を用意してきましたので朗読しようと思います。よろしくお願いします。桃太郎。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは高齢にもかかわらずアイドルが大好きで、よくイベントへ。おばあさんはおじいさんがアイドルにお金を使ってしまって生活が苦しいので、水道代を節約するために川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、どんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。その桃は上流の激しい川の流れによってかなり傷ついており、人間の赤ん坊の足が桃から飛び出していました。まあこれはいいお土産になるわと、飛び出している足は出なかったことにして、おばあさんはその桃を何も気にせずに持ち帰りました。アイドルのライブから帰ってきたおじいさんと桃を持ち帰ったおばあさんは、桃を食べようとぜひそのまま切ってみると、まあ想像通り人間の赤ん坊が出てきました。おばあさんは警察に通報しようとしましたが、この子は迷子なのかそれとも落とし物なのかぜひ迷っていると、おじいさんはこの赤ん坊を育てることで最近減ってきたおばあさんとの会話も増えるのではないかなと考え、二人で育てることに決めました。二人は子供に桃太郎と名付けました。
するくらいすぐすくすくと育ち、やがて中学校のトップを張る強い男の子になりました。そんなある日、とある年は40ほどの女性が桃太郎のもとを訪れました。女性は、久しぶりだね。あなたを桃に詰めたのは本当に申し訳ないと思っているけれど、あなたが本当にあの子なら私のところに戻ってきてくれない？と言いました。それを襖の奥で聞いていたおじいさんとおばあさんは戸惑う桃太郎に対して、あいつは鬼だと教え込みました。そんなことを言われた女性はもちろん激怒。その怒りに身を任せ、おばあさんたちの家の宝物を嵐に荒らして去っていき、本当の鬼と化しました。数日後、桃太郎は言いました。僕、この間の鬼を退治します。おばあさんに非常食としてきび団子を作ってもらうと、新幹線に乗って中学の後輩を引き連れて新居浜へと向かいました。途中、見知らぬ動物たちがきび団子を目当てに桃太郎を訪れましたが、桃太郎はもちろん新幹線に乗っているので、動物たちはそのスピードに追いつくはずもなく、桃太郎は動物たちを放置したままそのまま新居浜へ向かいました。新居浜に到着した桃太郎は驚きました。なんてここがいいところなんだ。この町、羊毛路しか見る場所がないじゃないか。この地なら特に強い相手もいないだろうし、天下を取れるのではないかと悟った桃太郎は、この新居浜に来た目的も育ててくれたおじいさんたちのことも忘れてしまいました。しばらくここに住んでいると、さらに驚くことがあります。どこからともなく太鼓の音が聞こえてくるのです。そう、ここで10月毎年行われている太鼓祭りです。その太鼓祭りに可能性を感じた桃太郎は、努力に努力を重ね、知名度と地位を手にしました。その後、桃太郎は愛媛県 財政課長、愛媛県県民環境部長、愛媛県西条地方局長、新居浜市副市長を経て、現在新居浜市市長として、そのような審査員です。今の情報は当てるんですかね。まあ、ホームページに書いてあったら多分そうです。これはご本人にやっぱり聞かないでしょう。最初ちょっと4とかしかないとか言われてたんですけど、まさか市長のところに落とし所が。はい、最初ね、4田舎でいうことで、最後たまげましたけど、まあとにかく厳正な審査。埼玉県からです。三遊亭違う。だから早く寝なくちゃいけねえ。支度ができたらこっちに来い。
なあ、しっかり布団かけねえと寝びをするぞ。でも金坊はな、お父っつぁんの言うことをちゃんと引っからやれえな。だから今日はな、お父っつぁんが面白い話をしてやろう。どんな話にするかね。そうだ、昔昔あるところにな、おじいさんとおばあさんがいたってんだ。おじいさんは山に芝刈りに行って、おばあさんが川に洗濯行ったんだ。おばあさんが川でジャブ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 洗濯してるってと、大きな桃がどんぶらこどんぶらって流れてる。足は出てねえんだぞ。綺麗な桃が流れてる。そのジャブ帰ったらパカッと割るってと、中から元気な赤ん坊が出てきて、おじいさんおばあさんその後に桃から生まれた桃太郎って名前をつけて大事に育てたんだ。桃太郎はどん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 大きくなって、鬼ヶ島に鬼返しへ行こうってことになって、おばあさんにおいしいおいしいきびだんごをこさえてもらって、それを腰にくるさえるってと、犬と猿とキジを男に連れて鬼ヶ島へ行って、鬼を三段やっつけて、お宝をうんとうんとってきた。おじいさんおばあさん喜ばしたってんだ。面白いだろ金坊。金坊、なんだよ、寝ちまってるよ、うん、子供なんてな罪がねえな、なんてのは大変に昔の話でございまして、今のお子さんはこうはいきません。いちいち大騒ぎをしたりなんかするもんでございまして、金坊、金坊、こっち来いてんだ。え、時計をもらん、時計を。もう遅えじゃねえか。早いとこ来んなよ、お前さっきからそうやっておかしな動きをして。え、まさっきからそこで何やってる。ちょっとお父ちゃん待って、今珍しいポケモンが。何がポケモンだ、本当に。え、もう遅えんだ、早いとこ寝ない。やだよ、眠くないもん。眠くなくったって寝ちまえ。いくら幼い子を支配するのが親の権利だからと言ったって、眠くないのにも寝ちまえ。そんな話はないだろう君。もう親を捕まえて君だとよ。大地な、子供が夜遅くまで起きてるってとな、怖いお化けが出てくるんだぞ。お化け、あたいお化けが怖くておっかさんと暮らせないよ。すごいことを言うね、お前ね。今、お母さん誰に立ってたから、耳に入ったら大変な騒ぎになるぞ。面白い話をしてるから寝ちまえってよ。やだよ、お父っつぁんの話面白くねえんだ、間が悪くて。何を言ってるの。今日は一体どんな話なの。今日の話はな、うん、昔昔、吉永お父っつぁん、なんだってそうじゃない。今の話が満足にできないものが昔昔なんだ。あんまり無理すんない。無理なんかしてないよ。それじゃあお父っつぁんにお伺いいたしますけれどもね、昔昔ってその話、年号はいつ頃ですか。およっか、この話年号なんてねえやな。うん、年号なんぞない、昔っから。昔昔だ。年号がないってのおかしいじゃない。古から元気伝承、新しければ天保安政、いくら古いからって石器時代の話じゃないでしょ、父っつぁん。そんなことはどうだっていいの。あるところにね、あるところってどこ。ね、あるところならあるところでいいじゃん。ただあるところじゃ分からないよ。江戸は800年町、ただいまで東京都だよ、とっちゃん。何々区、何々町、何丁目、町番目がないとね、使えるものは困る。大速達なんか届かないよ、とっちゃん。速達なんか来るうちじゃねえんだ、このうちは。おじさんとおばあさんの二人きりだから。おじいさん、おばあさん、二人でも速達が来ることはあるよ。まあいいよ、今日は負けといてやら。おじいさんの名前なんていうの。市役所来てるじゃねえんだ、そんな。おじいさんの名前なんざない。どうして名前がない。どうして名前がないってね、このおじいさんは貧乏で名前がなかった。何を言ってんだよお父ちゃん。貧乏で名前なくなっちまうんだったら、うちなんかとっくに名前なくなってるでしょ。何やろうだな、この野郎。おじいさん、山へ白髪に行ったよ。んー、なんで山。あのね、山というかこう地面より高いの。当たり前でしょ、お父ちゃん。地面より高いの、山で。地面に行ったらそこ地下鉄が通ったら、うるせえ、おばあさん川へ洗濯行ったんだ。おばあさんが川でジャブ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 洗濯してるってと、大きな桃が流れてきたんだ。もうこうやって流れてあるってと、なしか元気な赤桃が出てきて、おじさん、おばあさんの子に桃が生まれた。桃太郎を頼まれて大事にさ、桃太郎はどん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 大きくなって、鬼ヶ島行って鬼に対してることになって、おばあさんにおいしいおいしい牛団子をくさえのもとする牛にぶら下げるってと、犬と猿と生地を共にされて、鬼ヶ島行って鬼を散財つけて、お宝を戻ってきて、おじさん、おばあさんに残したんだ。寝ないね。寝られると思う、お父さん。興奮しちゃってね、書くまで我が親は無知かと思う。この先の人生どうして生きていったらいいか分からなくなっちゃって。なんだよ、なんかお前気に入らないとこでもあるのかい。気に入ったか気に入らないとかそういうことじゃない。
子供の恥、あたいの立場も考えてよ。じゃあ何かい、このお話がいけないってのかい。いや、お話が悪いとかそういうことじゃないんだよ、お父っつぁん。あのね、最初におじいさんおばあさん出てきたでしょ。でもね、あれ本当はね、お父さんお母さん父母なの。でもそういうふうに言うとね、ちょっと話が固くなるでしょ。だから、まあ、濁りを打ってじじばばとしたわけで、山へ行く、川へ行く、これにもちゃんと意味があってね、父の恩は山よりも高し、母の恩は海よりも深しと、まあ、そういうことを言ってるわけ。まあ、でも海にはね、洗濯行けないから、だからまあ川にしたと、そういうわけなの。へぇー、ぶっ飛んしなかった。おい、ちょっとおっか来てみろ。え、君もお前ためになる話してるのか、大人でもためになるのか、ちょっと聞いてやれ。こういう話はね、誰が聞いてもためになるの。でね、きびだんごって出てきたでしょ。ね、きびだんごなんて美味しくないんだよ。名物って大抵美味しくないの。あ、でもでもどっちゃん、美味しい名物もあるんだよ。あの、新居浜のヒット焼き。ああ、あれはうめえよな。俺も元気だ。実はな、おっかとお前の一緒でな、実は昨日な、うちと立てて食ったんだよ。またお父っつぁんたら抜け目ないね。でもでもお父っつぁん、大抵ね、名物なんていうのは美味しくないの。だから今日もこの美味しくないものを食べて、まあ、頑張りなさい。そういうことを言ってるわけだ。でね、犬猿ピチって出てきたけれども、これはまあ、それぞれ仁智勇の3つを表してるんだね。犬というのは仁義を覚えるというから、まあ仁義がある。猿というのは賢い、猿知恵とも言うけれども、ね、まあ、知恵がある、記事には勇気、この3つを持っていなさいと、そういうことを言ってるわけで、まあ、鬼ヶ島へ行く。でも鬼なんて本当はないよね。でもまあ、そこへ行って、まあ、社会の荒波というのを表しているわけ。まあ、そこで努力をして、賃金対抗を得る、成功して利益をもらう。それで、まあ、おじいさんおばあさん、お父さんお母さんに持って帰ってきて、親孝行をしなさいよと、そういうことをこの話は言ってるわけ。お父ちゃん聞いてる？お、聞いてた。なんだお父ちゃん寝ちまってんの？親なんてな、罪がねえな。おなじみの桃太郎でございます。また昨日とちょっとやり方を変えてきて、本当に勉強になって、あのさっきサンコさんも言ってましたけども、後ろの、はい、あの美女方にお受け、あ、ごめんなさい、探しました、すいません。もう本当にそのぐらい、あの、なんでしょう、周りを引き込んで自分の世界、自分の世界観に連れてってくれるので、あの、本当になんか私も心から楽しめました。で、すごくなんかいろいろ考えて、今日は一生懸命考えたんでしょうけど、その努力、自分でやったことがすごく分かったので、偉いなって思いました。本当に良かったです。お母のように。あ、そこまで、ね、あれ、いつもね、高校生の前でお母さんになっちゃうんですよ、すいません。本当に、よくできました。ありがとうございました。いや、本当ね、昨日と比べていろいろなこう工夫がね、入ってたりしてましてね、いや、とても良かったなと思います。で、あの、昨日ね、その、まあ、枕の喋り方とも、ちゃんのね、喋り方とも、もう少しこう同じような口調でやったらどうかみたいにアドバイスしたら、やっぱりきっちりその日も修正してきてましてね、うん、1日でこれだけ変わるんだから、明日になるともっとすごいだろう。すごいです。今日になってしまうんですけどね。良かったなと思います。はい。いや、実は昨日のパーティーの時に、もう僕今日司会だから聞いてやろうと思って、明日何やんのって聞いたら、桃太郎やろうと思ってますって言ったら、さっき古郡君が桃太郎をやったんで、うわー、もう自分やったら変えていこうかなと思ったら、うまいことまた入れて。ね、こうで心臓止まるかと思った。あ、絶対そうだろ。マジっすか。そんな風に見えかったけど。帰るにも夜行バスなんでね、せっかくだったら、まあ、やっていこうかなって思って。せっかくだからやっていこう。あ、でもそれから気持ちいいからね。熱弁でした、ね。はい、ありがとうございました。大変です。大変でした。ありがとうございました。さあ、今度はまた雰囲気がガラリと変わります。東京都からです。パラノーマル。お願いします。今日は私たち
高校生が生きている若者の世代で、若者でも不思議に思うことを、はい、皆さんにお伝えしようと思ったんですけど、はい、この会場ちょっとお年を召した素敵なねレディーがたくさんいらっしゃるんで、なかなか伝わらないかなと思うんですけど、はい、このネタを見て、はい、優しく笑ってくれたら、家帰った時にあれシワの本数が減ってるとか、肌年齢が10歳下がってるってなるかもしれないんで、はい、孫を見るように優しめで笑ってください。それでは今からショートコント、ノンフィクションの冗談でお伝えしたいと思います。しばしご歓談ください。ショートコント女子高生の不思議。ショートコント JK の不思議。え、お久しぶり。え、だよな。やだ、グミだ。超久しぶり。やだ、久しぶり。やだ、予選だよね。そんなことないよ。もうほら、カトが出てるし。え、グミここそめっちゃ美人になってんじゃん。めっちゃ顔、広瀬京子に似てるよ。めっちゃ美人、やばい。ワン、ツー、スリー、フォー、わっしょいわっしょい。お前らどんだけ手足バタバタさせてんねん。お前らの動きの方が100倍やねえから。お前らのその若そうな4本の手足、あとで衣つけてケンタッキーにしてやんよ。続きまして、ショートコントの質問の不思議。ねえねえ、くみこ。ねえねえ、ねくみこ。ねえねえ。何？何？あ。ねえねえ、くみこ。ねえ、ちょっと、くみこ。ねえねえ、ちょっと。ねえねえ、ねえねえ。何？あ、特に用ないけど、呼んでみただけ。という、無駄な時間。ひふみ。わっしょいわっしょい。兄弟なら呼ぶなよ。本位破れたわ。弁償してくれる？いや、ちょっとジェネレーションギャップあるから受けないかと思ったら、意外と受けてこっちびっくりしてるわ。パラノーマルがお送りする最後のショートコント、レストランの不思議。あ、え、お、あ、え、お、え、あ、お、え。え、このパンケーキめっちゃ可愛くない？やばい、美味しそう。めっちゃ可愛い。美味しそうだね。絶対私、今日カフェでこのパンケーキ頼もう。え、でもヒロミダイエットしてるから甘いものを控えるって言ってたじゃん。だらだら、ダイエットはしてるけど、ダイエットはしてるけれども、知ってる。可愛いものと甘いものとイケメンは別腹なの。意味わかんないから。都合のいい負け。わ、わっしょいわっしょい。ねえや、疲れ疲れって言うけど、腹何個あんの？人間って腹一つなんだよ。覚えとけ、クソが。今、お前が頼んだ。実は、パンケーキだからな。あ、以上で、パラノーマルのショートコントを終わります。最後にもう一回目をするんですけど、今やったショートコント、本当にあったフィクションです。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、わっしょい、わっしょい。はい、ありがとうございました。パラノーマルの不思議でした。ありがとうございました。大阪からやってきてくれております、スパイシーホルモン。やっていこう。じゃあスパイシーホルモンですよ。よろしくお願いします。僕たちの妊婦と高校生でやってるんですよ。誰が妊婦を自力で作り上げてきてるの？みかんで？みかんでじゃないお前。これ全部みかんで作り上げたんちゃう？何万個食わなかったの？
まあでもみかんで思い出したんですけどね、はい、愛媛ってみかん有名じゃないですか。そうですね、あの蛇口ひねったらみかんジュース出るとかあるんですよね、いやでもね大阪にもそんなあるんですよ、あの、はい、蛇口ひねったらたこ焼き出てくるみたいな、見たことないよ、そんなのないないない、そんな、まあそうですからね、まあそんな言ってるんですけど、はい、僕ちょっとねヤンキーの映画にハマってましてね、まあヤンキーの映画かっこいいですからね、ちょっと代表作ってあるのがね、あのちょっとあの酸っぱくて健康的なクローズっていうのは全然ちゃうわお前、クローズな、お前クローズ何と間違えてんねん、クローズ、まあそういうのに今ちょっとハマって憧れたんですよ、だからそれがどんな感じなんかちょっと教えてほしいな。あ、僕もたくさん映画見るから分かりますけど、はい、ヤンキーって破天荒なイメージだから、お前の思うヤンキーをやったらもうそれがヤンキーなんね。じゃあ最初どうしたの。最初まず身だしなみやな、ヤンキーってまず髪型からまずリーゼントやな、もう横じゃない、誰が横にこうもんねん、前、次、ガクラ、上着、で、ヤンキー大体ここにね、喧嘩上等って刺繍入れてますから、じゃあこっち言葉上等に、なさすぎるわ、お前、誰が言葉上等って刺繍入れんねん、お前、全然違うよ、で、次、ズボン大体これ、ボンタンって言われてるね、ブカブカなズボン履きますから、もう、ダイエット企画だ、お前、こんだけ痩せました、ちゃうの、そんなブカブカ違うから、ちゃいますよ。全然違うから、あ、ほな入学式とかほな入学からかも本番みたいなもんですから、まあ、入学して友達も知り合いもおらん教室ね、第一歩まずビビらすんですよ、ガラガラガラアンパン買ってこいや、早すぎるわお前、アンパン買ってこい、早すぎるわお前、射程できてから言うやつやから、まあでも大体一番最初の注目行事が一年戦争って言われるね、一年で誰が一番強いんかこれ決めるやつです。お前ほんまに俺に勝てると思ってんの。おでー、将棋ちゃうわお前、誰が将棋で決めるの。積んだ積んだちゃうの、将棋で決めるや、喧嘩ね、喧嘩ね、はい、おい言ったのかな、はい、いいじゃないですか、ふわー左の温めー、おいなんで左温めてもいいやねん、お前左温めんでええやん、お前しょうがないことせんでええから、まあでもいや、それでお前が1年のバーチューになったでしょ、ほんならこれ射程いっぱいできるから、ここでやって言うセリフあるじゃん、おいアンパン買ってこい、やっとここで言えるんですよ、これフランスパンやん、こんな間違いしてんの、何だったフランスパン、間違いやんから、お前お前間違えんなよ、お前何してん、何してん、うんこ座りやろ、なんで洋式やねん、お前うんこ座りマジ好きやねん、お前洋式のやつあんま見たことないよ、何お前タバコも吸うてん、これリコーダーやお前、吸うてんねん、お前リコーダーなんかするやつなんすよ、タバコやから、じゃあお前僕の見本見せろや、お前射程の、お前射程手なずき方教えたろ、おい射程、お前あんまり気が合ってたらな、サンドバッグにさせろや、あ、ちゃう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 、そういうのちゃうの、もうみんなやんけ、お前誰が蝶詰めみんなよ、お前いらんこと言わんでええぞ、お前もうええよ、まあまあ全然できてへんから、じゃあ、3年が進めてくる、あ、そう、大体3年この調子で攻めてくるから、お前ガラガラ、いや、もう横がリーゼントやから、お前そうなんだ、横がリーゼントやから、お前が3年間、あれ石川よ、岸行きさん、いや、もう師匠でできた、お前ちょっと名前間違えとるから、間違えてるから、3年生、はい、いや、おい、3年、俺には強い仲間おんねんぞ、仲間おんのね、はい、こっちには二人暮らしの竹モッティに、こっちには崖の上の船越、そして俺は千と千尋の響きじゃん、お前もうダサすぎるわ、お前何やそのジブリ大好きファミリーみたいに言うよ、お前何や俺、人気のやつ、崖の上の上の船越、誰か死ぬな、お前サスペンスか、お前いらんねん、お前全然、おい、言っとっけよ、俺の小口すげえぞ、何やそれ、お前その拳ちゃうねん、お前何がええから拳で戦うねん、お前そんなないから、お前大変だ、え、もうやめますわ、いや負けたら土集めるやん、甲子園かまだ笑顔甲子園だけにね、お後がよろしいようです、最後は泣きました、もうやわ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、続いても大阪からやってきてくれております、フリーガム、フリーガムです、お願いします、みんな一応恋してます、やばいです、お前5回ぐらい死ねや、みんな今日は僕のために集まってくれてどうもありがとう、どなたがお前のために集まんねん、山根に差し入れをあげたいという方は自宅からポンジュースを持ってきて、誰もが持ってると思うなよ、お前タバスコでも飲んどけえ、山根の将来の夢、とりあえず耳鼻科行ってこい山根ドリームイズドクター私の夢は医
緒ですよ。分かってるわ、お前偏差値なんぼや思ってんねん。医者になったら世界中の女性やレディーを救いたいんだ。どっちも女や、お前みたいな話もできんのか。シミュレーションはバッチリさ。ちょっと見せてくれよ。ではお大事に。患者さんがね、ネクストレディー。女性に限定するな、気色悪い。おマイガー。おい患者さん、おんぞ。私レディー担当ですので、男性の方はあちらの先生前どうぞ。どんな医者やねん、お前患者がボブサップやったら殺されてるぞ。ネクストレディ、気持ち悪い。どうぞこちらに。生まれた瞬間から恋の病にかかってます。病です。もう全然紹介になってへんよ。私この病院の院長をしています、うん、山根ですから、気軽にヤマピーとお呼びください。お前全国のヤマピーファンに謝罪しろ。じゃあまず下着の方をお預かりします、ね、裏切やろ、お前性犯罪で捕まれや。あといくつか質問したいんですけど、まず年齢と LINE の ID 教えてください。 LINE は余計やろ、お前下心が溢れ出てんねん。で、今日はどうされましたか。おい何を吹いてんの、お前患者さんおるぞ、お前。フェイスの性別、失礼やろお前。胸の痛みです。そうそう、ちゃんと聞いてくれや。おそらくそれは恋の始まりさ。うわー、ラリアットかましたい。オッケー、グーグル。胸の痛み、治し方を調べて。医者なめんだよ、お前。そんなに病院にいらんねん、そんなに。ではまず、レントゲン撮りましょうか。はい、チーズ。どなたがスマホで撮った。お前との通称とレントゲンで見てどうすんねん。このレントゲン、僕のフェイスブックに投稿しておきますね。プライバシーの保護どうなってんねん。あと確認したんですけども、両胸の皮膚上の中央に赤い出来物がありますね。それ多分乳首やろ、お前義務教育からやった。ちょっと確認したいんで脱いでもらっていいですか。警察沙汰やろ。冗談ですよ。冗談必要やつのこちらがむしろテイスト間違えてるって、お前会話音痴か。今すぐ手術が必要だ。いや、そんな深刻なんか。まだ10代の若い君にとっては非常に辛い診断結果かもしれない。君に残された嫁、それは70年だ。大体平均寿命になるわ。泣かないで、レディ。レディの涙は僕にとっての有害物質なんだ。お前の存在が一番有害や。この前のシミュレーションは順調だ。どのあたりが順調やねん、お前。こんなに手術できんのか。レディ一切傷はつけない。黙ってやれや。メスフォークお前ステーキ食ってるやろ。この上で一番無駄なメスの使用方法やぞ。そして山根はいよいよ手術の本番を迎えた。今の何見せられてた。どなたがお前の食事に興味あんねん。これよりオペを始める。メス、ここは本格的にね。汗、あ、これドラマとかでよく見るし。汗、ブレスケア。ブレスケア、シーブリーズ。誰がお前の体臭気にしてんねん。そんないらんねん今。スマホ、スマホ、オッケー、グーグル。メスの使い方を教えて。さっきからスマホ依存か知らんと勧めてた。大変だ、大量出血しちゃった。そりゃ素人がスマホ見ながらやったらそうなるわな。なぜだ、胸の出来物を切除しただけなのに。乳首やろお前、頭いかれてんのか。早く血止めな。オッケー、グーグル。血の止め方を教えて。スマホもぶっ壊したろか。なるほどね。おい、バンスープを用意しろ。血の量が違うやろお前、擦り傷とちゃうねん。意識の確認だ。大丈夫ですか。大丈夫か。聞こえますか、自分の名前は。LINE の ID も。しつこいわお前。家電量販店のベテラン店員か。と、まあこんな感じで世界中のレディを救出予定です。気持ち悪いから死ねえや、もうええわ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、スプリンテメリン。使うといい、旅館でそれを持ってきてもらうことを、手水を回す
というふうに言っていました。しかしこの長寿という言葉、大阪以外ではなかなか通じなかったようで。 A man from Osaka traveled around the country and stayed in a small inn. 大阪からの旅人が田舎の宿へ泊まりました。 Excuse me. Ah, yes sir, may I help you? 何でございますでしょうか。 Could you bring me 長寿、長寿回してくれ。Ah, 長寿、長寿、長寿。 Okay, let me consult my boss. ちょっとうちの主人に相談してまいります。Tan-san, the guest from Osaka wants 長寿。長寿 Oh. Ask the chef Kisuke. それは板前のキスケに聞いてくれ。キスケさん、長寿 for one please。長寿一丁。あ、長寿、What's that? You don't know? Oh, I never cook anything called 長寿。わて、長寿ってな料理作ったことない。Really? The guest from Osaka wants 長寿, and Dan-san told me to ask you. Okay, I'll talk to Dan-san. ほら、Dan-san聞いてみる。Dan-san, I heard that the guest from Osaka wants 長寿. What is 長寿?Kisuke, how long have you been working at a ship? It's a shame you don't know 長寿. お前何年板前やってきてんねや。長寿知らんってどういうことじゃ。 Sorry, I've just never heard of it. Han-san, what is 長寿? どんどん知りまへんのかいな。 How do we know that? Han-san, how about this? Why don't we go to the priest and ask the temple?お寺の和尚さんに尋ねてみましょう。ほら、行きましょう、行きましょう。Mr. Priest, お坊さん、I want to ask you something. Ah, okay, okay. Ask me anything. なんや。Our guest from Osaka wants 長寿。うちの大阪から来た客が長寿欲しいって言うてはりまんねんけど、What is 長寿?
チルフォーザラストタイム。調子をできるだけ早く回しておくれ。As quickly as possible、できるだけ早く。Okay、Look。Oh, poor Genski. He turned his head so quickly that he passed it out. The guest from Osaka got so mad and left him with no chance of washing his face.かわいそうに元気に両回し倒れてしまいました。そして大阪からの客人ついに顔を洗うことなく帰ってしまいました。 After that, ダンサーとキスケ went to Osaka and stayed in an inn。 その後ダンサーとキスケ彫像を求めて大阪の宿へ泊まりました。 Next morning。 Good morning, ダンサー。 Oh, good morning, キスケ。 Did you sleep well? よう寝たか。 No, actually notI got so excited thinking about Chōzu last night that I couldn't sleep. What? Chōzu が楽しみで楽しみで一睡もしてまへんわ。みーちゃん、俺もや。I can't wait. ダンサー、please call the maid. 女中呼んどくなはれ。Okay. Excuse me.何か。Chōzu, please. Certainly, sir. すぐにお待ちいたします。Hey, Kisuke, did you see it? She was not upset. She didn't seem to console anybody. あの女中誰にも相談せんとまっすぐ行きよった。Yeah, made in Osaka, well educated. さすが大阪の女中洗練されてまんな。Excuse me. Here you go. What she brought was some water in a basket, a wooden toothbrush, and tooth powder. 途中で持ってきましたもの。それは皿いっぱいに入った水、歯磨き粉、そして歯ブラシの棒でした。Hey, Kisuke, look. This is chosen. Yes! It looks delicious! うまそうでんな! Delicious? What is it?It's a soup! Soup! Yes, see? Seasoning powder and the mother. 調味料とこれが混ぜる棒ですわ。Okay, okay. Could you make it for me? ほら、作ってくれるか。My pleasure. ほで、フルにさせてもらいますわ。Here you are. It's ready.Thank you. Yummy, うまそうやな。僕たちの漫才うるさすぎるんでピンマイクなしって言われました。まあ頑張ってみましょうかね。頑張ってみましょうね。
いや、将来結婚しましたら Y になると思うんですけど、その時自分の息子が引きこもりになったらって思うと心配なんですよ。引きこもりね。じゃあ一回練習しとこう。分かった。トントントン、部屋から出てこい。嫌だよ。トントントン、いいから部屋から出てこい。死んでも出ねえよ。そこはお姉ちゃんの部屋だ。絶対じゃねえか。自分の部屋設定だろ。分かった。息子、名前で呼べ。なんだ。ああ、さては発情だ。担当だ。なんで父親に興奮すんだよ。そういえばお前ここ最近ろくに学校に行ってない人だな。なんで学校に行かないんだ。うるせえな。勉強なんて必要ねえんだよ。勉強は必要だ。お父さん勉強得意だったぞ。じゃあ TPP はどういう。トイレットペーパー。クソババじゃねえ。うるせえな。勉強って必要ねえんだよ。オウム返してんじゃねえ。大体は知ってんだろ。親父高校退学になってんだろ。どうせろくなことやってなかったんじゃないのか。そんなことはない。クラスの学級委員長だった。部活もキャプテンだった。友達もいっぱいいた。じゃあなんで退学になるの。なんでかわからないな。退学になった時に何してた。学校燃やした。それが原因だろ。何やってんだよ。いや、校長が俺を留年って言うからさ。何逆流してんだよ。そういうのを広い心で許すのが大人の役目だろ。お前服汚ねえな。地獄よ地獄。許してねえじゃねえか。何なんだよ。俺に構うんだよ。構うのが親の仕事だ。あ、そうだお前悩みとかないのか。悩みがないお父さんに言ってみろ。別に悩みなんかね。あるだろう、痛風とか。あるわけねえだろ。お前いくつだよ。47。17だよ。お前いくつだよ。41。おかしいだろ、なんで息子の方が年上なんだよ。何なんだよお前さっきからよ。お父さんお前のことを心配して言ってるんだ。ここ最近ろくに虫も食べてないだろ。虫だよ、虫は食わねえ。もうどっか行けよ。どうせ俺なんかこの家の本当のことじゃないんだよ。バカ野郎。なんで知ってるんだ。早く帰ってよ。他人のおっさんじゃない、お父さんだ。お前なんかお父さんじゃない。じゃあお母さんか。違うだろ。ねえ、お前何なんだよお前さっきからよ。俺のことなんかほっといてくれよ。息子、名前で呼べって言ってるんだ。お前な、俺に更生してもらってお父さんみたいに立派な仕事についてもらって言ってるんだ。そんなに高いんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着こう落ち着こう。もうそこういう時はね、もうなんていうことだよね。やだもんだろ。やだもんだな。ちょっと待って。何だったっけ。思い出せ思い出せ。頑張れ頑張れ。名前もあっ大丈夫大丈夫大丈夫じゃないっす。俺はお前に更生してもらってお父さんみたいな立派な素晴らしいことじゃねえんだよ。もうなんだよ。例えばね、こういう時はね、親父の背中を見て育つとか、そういうの。ああ、なるほどね。親父の背中を見て立派に育ってくれよ。お前が立派じゃねえんだよ。なんだと。お前頭悪いだろ。勉強もできなかったって言ってたじゃん。あと滑舌も悪いだろ。あとお前安月給じゃねえか。今なんつった。安月給つったんだよ。俺は無職だ。そういうことなんだよ。お前メガネ飛んだぞ。ネタとメガネ飛ばしちゃう。ネタは何でも飛んでるから勝てねえんだよ。じゃあ3つの約束をしろ。3つの約束って何だよ。まず毎日学校に行け。学校、まず毎日家族と話をしろ。そしてバイトを紹介しろ。なんでねえだ。自分で探せよ。なんでお前と話になさい。母さん、母さん、母さんなら出て行ったよ。母さんどこで出たんだよ。イオンだよ。廃校だよ。いよいよ最後です。兵庫県からの参加、はまる。11番はまる。夢見るだけで今日の辛いことも忘れる。いつか寂しくて
時間がないから簡単に説明させてもらうと、孤児院育ちの女の子が金持ちのおじじいの養子になるという下克上物語です。四国支部賞、審査員特別賞、準グランプリ、グランプリ、以上4つの賞を審査員の方々に決定していただきました。さあ、まずは日本笑い学会四国支部賞の発表です。日本笑い学会四国支部賞はゆずポンズのお二人です。おめでとうございます。表彰は日本笑い学会賞、表彰状、日本笑い学会四国支部賞、ゆずぽんず殿、おめでとう。はい、おめでとうございました。続きまして審査員特別賞です。審査員特別賞は三遊亭違う。おめでとうございます。え、何その言葉。それでは表彰は夫婦楽団直々さん、お願いいたします。表彰状、審査員特別賞、三遊亭違う殿。さっきこれ書いた、ね、はい、あなたは第6回高校生笑い日本一決定戦以下同文。はい、新居浜市市長石川勝之、おめでとうございます。私ね、今回の講座姿をそこから見てて、もう新宿末広亭とかね、予選にもう出ていそうな感じなので、ぜひ急いでいただいて、私たちと同じ講座を、もう5年以内ぐらいにやっていただけると、一緒の講座に立てると思うので、お待ちしております。はい、皆さんも覚えてると思いますけど、前で桃太郎をやったんですよね。そう、それで、彼が前で始まった時は、え、桃太郎と思ったけど、そこをうまく切り替えて自分のペースに持ってって、出身どこでしたっけ。あ、埼玉県か。あ、まだいいんだけど、ちょっといやいや、なんか取らない。なんか江戸前なんですよ。なんか板前さんみたいな感じしません、彼ってね。生きがいいとはちょっと違うんですよね。バッていくよりもちょっと抑えながら生きがいいみたいなね。本当になんかこう見てて、わあ、なんか粋だなと僕思いまして、
それでその桃太郎をうまく切り替えて、みんながちょっと心配してた気持ちをパッて消してくれたっていうのがね、素晴らしいと思いました。はい、おめでとうございます。よろしくお願いします。タン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 、重いよ重いよ重い重い。新居浜市内で使って帰ってどうですか、感想。いや、完全にここで笑って、皆さんが笑っているのはすごいなと思いながら見ているだけだと思っていたので、まさかいただけるとは思えなくて、もう皆様のおかげでございます。将来は話し合わせに見えてるんですか。将来の話。あ、いや、新聞委員長いません。しかもいません。将来ですか。将来、すみません、ごめんなさい、真っ白になってて、何も、将来、話し家になるのということですか。いや、そうですね、今、親が来ているので、なかなか大きい声ではありませんが、将来、そういう道に進んでいけたらなと思っています。すごい。はい、おめでとうございました。ありがとうございました。続きまして準グランプリです。準グランプリはハナル。おめでとうございます。表紙は高見千佳さん、お願いいたします。こんばんは、トロフィーです。さあ、行きましょう。いよいよグランプリの発表です。高校生笑い日本一決定戦笑顔甲子園絆 in 新居浜、グランプリは無敵テレビタイガー。表彰は石川克行新居浜市長、よろしくお願いします。表彰状グランプリ無敵帝大河殿、はい、おめでとうございます。トロフィーと賞です。ありがとうございます。以上をもちまして第6回高校生笑い日本一決定戦笑顔甲子園絆 in 新居浜を終演とさせていただきます。出演者の皆さんは会場の皆様を見送らせていただく準備のため先に失礼をいたします。はい、熱演の高校生たちに今一度大きな